2023年元日ジャッジに名乗りを上げたのはジャッジ企画最多となる6回目の挑戦。スシローとこの番組の企画の因縁の対決がずっと続いていると。スシロー文句なしに合格かなっていう、とすごいことをしてるなと思いました。5年越しの悲願成し遂げられるのか。嬉しい。そしてコンビニスイーツのパイオニア、コンビニスイーツ最高の9品合格を目指します。ローソン、進化を見させていただきまして感謝します。でも2023はね、もうローソンはこれだね。コンビニの頂点を目指す。ローソンブルーが新しい景色を切り開いた。各社職人との本気の戦い、結末は1月1日夜6時。見てねー。